これまでのプリンセスコネクトリダイブ。今までずっと対立してきたヘイジレギオンと激闘の末にようやく分かり合えたあんたたち、しっかりと手を取り合えたはずだったんだけど、そこに突如現れたのはエリスとかいう謎の女。顔どころかあんたへの思いまでユイそっくりでびっくりしちゃったわ。さらに押し寄せたエリスの軍勢の前にあんたたちは惨敗した。ゼーンとアゾールドもあんたたちを守るために犠牲になって、アゾールドのおかげでなんとかエリスたちから逃げ延びたんだけど、そこからもまだまだ苦難続きだったのよ。エリスの腹心魅力の力で暴走させられたゼーンともう一回戦う羽目になっちゃったり、ミソラのゲームに付き合わされた挙句ランドソルの街中大変なことになっちゃったり、エリス側についたオクトーがビーストの国やコッコロとの里を襲っちゃってみんな応戦に手を焼いたり、私も私で魅力に捕まって化け物のエネルギーにされそうになるし、あ、エリザベスパークでエリスに洗脳されたクリスティーナ&ネネカと戦ったりもしたんですってね。まさに次から次へと敵襲来ピンチ到来、休む暇なし。ま、それでもあんたたちは諦めなかったんだけどさ、捕まった私を助けにソルの塔まで来てくれたのよね。まさかあの魅力と取引して私を助けようとするなんて、ほんとバカよねあんたって。でもありがとう、嬉しかったわ。けどそこですっごいことが起きちゃったのよ。エリスの居城がなんとソルの塔に衝突。エリスはソルの塔のコントロールを奪おうとしてたってわけ。その混乱の最中、今度はあんたが連れ去られて、ユイが助けに行ってくれたおかげでなんとかなったけど、危うく世界が終わっちゃうところだったわ。でもあんたを奪われたエリスの方はなりふり構わず世界ごとシステムを壊そうって決めたみたい。プレイヤーの魂を集めたがってた魅力もここぞってばかりに本性を表して、エリスと二人でとんでもないことをしでかした。それこそが終焉の巨神、エリスの巨城と器の魔物を融合させて巨大な化け物を完成させたってわけ。そいつが今まさに森や街道を焼き払いながらランドソルに迫ってるわ。倒さなきゃ世界が炎に包まれて消えてしまう。ねえ、それでもあんたは諦めないわよね。ううん、諦めないの私は知ってる。だから私も諦めないわ。最後の最後まであんたをガイドしてみせるんだから。あの化け物を止めるためみんなで一緒に奪われたソルオーブを奪還するの。ついでにあの弥勒ってやつ叩きのめしちゃいましょう。次回終焉のエルシオ。あんたならこの世界を必ず守ってくれる、こんなところで終わるわけないって信じてるから、どうか負けないで頑張ってねヒーロー。